景勝、そして直江兼続の上杉主従は領土争いに勝利、北信濃の地と優勝真田幸村との出会いを得た。その後真田家は徳川に対抗するため上杉を頼る。景勝は真田の心中を許し、一転徳川と相対した。各地の大名が己の領土に執着する中、織田家臣羽柴秀吉が徐々に頭角を現す。信長の同盟者徳川家康も着実に勢力を拡大。天下の行く末は秀吉と家康の二人に委ねられた。信長の死から2年後、両者はついに激突。徳川と敵対していた上杉家は羽柴に味方する。羽柴陣営には以前刃を交えた強敵真田幸村の姿もあった。太守の将小牧長久手の戦い。嬉しいぞ幸村、共に戦うことができるとは。上杉は敵対した真田を許してくださいました。そのご恩生涯忘れませぬ。礼には及ばぬ。上杉は義士の味方だ。ん？そこの目つきの悪い青年、どうだ、お前も我らと語らないか。まさか俺のことか。あなたは秀吉様の信頼厚き石田三成殿では。これはしたり。あまりに寂しそうにしていたのでつい声をかけてしまった。俺は目つきが悪くも寂しそうにもしていない。むしろ貴様の主の方がポツンとしているのではないか。兼続、友を得たな。うむ、いらっしゃいませ。お買い得品が毎度ありがとうございます。
ずっと膠着状態が続いとったが、徳川軍がついに動き出したで。半端な覚悟じゃ家康殿には勝てない。全軍総理の力で迎え撃て。わしらは戦場中央で決まる。三成、あの任務任せた。大月、私は負の同志をついに得ました。真田幸村、石田三成、素晴らしき男たちです。彼らは違う、私の、いえ、命。私は彼らを勝負で守り通したいと思います。うむ、ならば。はは、無論、この戦でも彼らの敗北が我らの敗北と心得ております。秀吉殿、将来をうまくまとめておる。戦争を挙げるには厳しいか。戦場中央の戦はなんとかなったが、家康殿何か策を打っておらず。ご助力感謝いたします。このご恩いつか必ず。真田と上杉が井伊の奇襲を止めてくれた。よし、次は我々の番だ。わかれ。ミキシ、それで周辺を守らなくては。しばらく兵は出さぬぞ。さすが上杉、奇襲に対する反応も早い。おまけ北東砦。なるほど、かの砦を落とせば三成を援護でき、なおかつ敵の攻撃が可能。
攻撃されている。上杉の援護者が敵ながら見事。信勝殿は今動いてくださらぬか。進軍する。助けていただいた恩、今こそお返しいたす。何を脅かすのすべて滅する。ここは我らに任せておいてやれ。仕方あるまい。みんな、ようやってくれた。これで、家康殿の戦力を信じてくれ。開門。ご覧なさい。まだ戦えず、最後の最後に厄介な。秀吉様のお命が危ない。なれば果敢に戦す殿を攻め、秀吉様から引き離しましょう。誰に挑むか、その意気合いをし。
私も火のもと戦いましょう。俺も行こう。皆の力で家康を討つ。ここぞ。届きましたか。秀吉殿の若き将たちにしてやられたな。この戦は我らの負け。全軍撤退せよ。秀吉様をここまで追い詰めるとは。徳川家康、やはり奴は危険だ。家康には逃げられましたが、我らの勝利ですな、影勝様。金継ぐ真田幸村、うん、石田三成、我ら共に敵を打ち破り義の勝利を手に入れん。鮮やかに咲きし義の花たちよ、わしは幹としてお前たちを咲き誇らせよう。